こんにちは、モもモ입です。今日は、14代王の先祖、いろんなドラマで、まあ、王になった男とか、王の顔とか、君師流行用とか、花あ、とか、皆さんがご覧になってたと思います。 今までの私の動画で、ま、官兵軍をメインにしてたので、尊女の悪いことばっかり言ってましたけれども、尊女は実際王としてはどうだったのかを今日見てみたいと思います。尊女は王になってしまった男ですね。じゃあどういうことなのか今から見ていきましょう。じゃあまず、中一代王の息子が、えー、ちょっと急死で亡くなって、またその続き、次男だった中三代王、明條が王様になりますが、 明循にも男の子、聖座がいまして、名前は須恵聖座と言いますが、12歳の時に病気で亡くなります。の明循には男の子が須恵聖座しかなくて、後継者がなくてとても。 데모 꼬마티르 조쿄니 나리마시타. 나노데 켓쿄이1 1대오 중정노도코로마데 모돗테. 소 창빈 안시토 이요소시스노 아이다데 우마레타 토쿤군. 이 토쿤군가 어 헤임인노 조세이토 켓콘시테 우마레타 하성군코 하손군가 오우사마이 나루토 이이마시타네. 코레가 선조데스요네 자, 코코마데 미나사마 미라 와카루토 오모마스가선조하성군은 오우니 나루 쿄에쿠오 우니니이나 じゃあまず、中長の7番目の息子が特訓ですよ。7番目の息子ですよ。で、この特訓は遊びすぎてお酒とか女性とかそれで亡くなるぐらいある意味ではイメージがかなり悪かった王子でした。で、その特訓の三男 長男男ででもなく三男がハソン軍ですよつまり、破損軍は王になる可能性がゼロに近い王様だったんですよね。なので、ちゃんとする王様になる教育も受けてなく、王になってしまった男なんですよね。 ただ、頭はとても良かったみたいですよ。空気を読めるというか、えー。結局自分には後継者がなくて、いとこの中で探さないといけない時に、いろんないとこと会ってみた明循にこういった話があるんですよ。ある日、明循が王様の証である翌孫岩をみんなに被ってみてもいいよって話をしたらしいんですよね。それを聞いた他のいとこたちはみんな喜びながら、早速この翌孫岩を使ってたらしい。 ですよねただ、ハソン軍はこれを見て何の動きもしなかったようです。それを見て、明ョ,ョはもちろんおかしいと思うでしょう。なので、明ョ,ョはこういった話を聞きます。どうしたで、ハソン軍はこれは簡単に扱うものではありませんというとても立派な答えをしますよね。これを聞いた明ョ,ョは、一旦記録上によると、まあ、内心、ハソン軍を次の王様として考えていたみたいです。 で、この明循は不思議なんですが、この破損軍を一旦、えー、後継者としてはすぐには認定せずに、そのまま時間を過ごしていました。そんなある日、明循は病気で34歳で休止してしまいます。亡くなる時の前に、家臣たちが、ちょん後継者はいかがなさいますかと聞いたら、 当時、明循はあまりにも病気で食べる力もなかったようなんですけれども、指で順循を指してたらしいですよね。つまり、順循がわかるって意味なんですよね。で、それで家臣たちが、まあまあ、後継者はいかがなさいますかと言ったら、当時順循であった陰寸王公は、 王は破損軍を考えてましたと言いました。これによって破損軍が14代を尊女になります。かなり面白い記録を持っている朝鮮最初の王なんですが、王になる可能性がゼロに近い。つまり正当性はゼロに近いんですよね。そして王になる教育を受けていない。つまり、えー、世耶の経歴ゼロ年ですよ。16歳から王になりますが、もう早速世耶なしで王になった 王様ですよ、ねえー、尊女の息子、菅栄軍が聖者を16年やったと私、以前に言いましたけれども、親と息子のギャップがかなりある家族なんですよね。 でただ、先ほど言いたように、村長はとても頭が良かったみたいで、王様になってからはかなり頑張ってたようなんですよ。まず、当時、えー、家臣とか貴族たちが先生として尊敬していたイーファン、そしてイーイという人物を、村長も先生と言って、すごい介護してあげてたらしいんですよね。 でそれと朝鮮という国は儒教を大事にしますがこの儒教のもとになるのが孫理博という学問がありますがそれを勉強しなさいという国全体に宣伝して家臣たちの心も獲得することができます。 で、さらに、王権強化にも力を注ぎます、えー。朝鮮が200年近く抱えてた問題が、朝鮮の初代王の帝女イーソンゲの家系図が、民の記録に間違って記録されていたんですよ。イーソンゲのお父さんの名前が違ったんですよね。別の人の名前になってたんですよ。それを今までずーっと 瓶に言い続けたんですけれども、瓶はずっとこれを言葉だけで分かったと言って直してくれなかったんですよね。でそれを尊女の時代に瓶がやっと直してくれるんですよ。やっと200年くらいかかりますよね。ある意味でこれも尊女の業績ですよね。 尊女は人材育成にすごく力を注ぎます。一番有名な例がイースンシンですね。イースンシンはかなり年をとってから試験にも合格して、ある意味ではとても普通な部署でしたが、尊女はこの人の素晴らしさを分かったんですよね。なので、イースンシンを特急昇進させます。本当に早かったんですよ。1週間おきで昇進する。簡単に言いますと、 先週は課長だった人が今週は部長なんですよね。そんな感じで昇進をさせるんですね。なので家臣たちは反対をしますが、えこれは尊女はかなり強くうるさいまで言いながら、おいい寸進、またはいろんな人材の育成に力を注ぎます。 そのおかげですかね。実際、村長は朝鮮の王の中で一番人材に恵まれてたと言われています。まず、イースンシンがいましたね。その後、先ほど言ったイーファン、イー、そしてこのイーファンとイーの影響を受けている劉ューソンヨンまで、まあ、これ以外にもとっても素晴らしい人材がこの14代を村長の周りにいっぱいいました。で、こうやって頑張っている村長を見て、 当時、文章王公も、尊女の能力を認めるぐらいだったらしいです。 で、現代の韓国人にとって、まあ、村女と言ったら、もう戦争のイメージもありますが、一旦政治的には、この分断政치というイメージが一旦強いんです。分断政치というのは、簡単に言いますと、政治派閥ができて、お互いがとにかく戦うことを意味します。えー、まあ、とにかく、あの、まあ、理由はともあれ、あいつらが悪い、お前らが悪いと言って、お互い避難し続けて、 政治が国のための政治よりは、集団のための政治に変わりますね。実際、尊女はこれを積極的に利用した王と言われています。じゃあ、どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。一旦、まず、朝鮮の前期の政治システムは、基本的に、フングッパというのとサリンパで分けられているんですよ。これは以前の動画で詳しく説明しましたので、今回は簡単に言いますが、まあ、フングッパは、 王の性質を率いるある意味で保守派が集まっていて実際権力を握ってますよね。でサリンパというのは若き政治家たちが集まるある意味では信仰な集団でしたね。この二つがバランスよくお互い国のためにいろんな政治を当てたので、その中でバランスを取るのが王様の仕事でしたね。 ただ、14代を尊女になった時に、文尊王皇が、まあ、すごい権力を握っていましたが、まあ、結局亡くなって、この文ッ派が自然消滅する時期だったんですよ。なので、結局サリンパだけ残りますけれども、こういった場合サリンパにとっては、政治的な敵は王だけになってしまいますよね。そしたら、今からは家臣と王の戦いになることを尊重もしてたでしょう。じゃあ、ここで少し話変わりますけれども、 政治を勉強してみたら、今までの政治の歴史を見てみたら、例えばの話なんですけれども、国民から政治に不満があったときに大まかに3つに分けられますあ。例えばの話なんですけれども、もう本当に真面目な政治家は正面突破、つまり国民の話を聞いて、 正々堂々に突破することですね。で、または他国が悪いといって、国民の関心を他国のヘイトスピーチに回す戦略もあります。そして国民分裂といって国民同士を戦わせるようなとても参入な政治戦略もありますよね。で、どっちかといったら村長はこの国民分裂みたいなことをとります。 当時のサリンパがとても小さなことで、実際、動員と疎院に分けられますが、これを積極的に利用したのが尊上ということなんですよね。で、さらに、 まあ、いろんな政治的な問題があったんですけれども、その中で党員が権力を握ることになり、ソインが負けた時期がありますが、この時に、このソインを許そうかといって、また党員が武銀と、また許さないという波に分けられまして、結局政治派閥が大きく三つぐらいに分けられますよね。こういった場合、王権も弱かった村女にとっては、まあ、個人的にはとても良かったことにはなりますが、 実際現代の韓国の研究学者たちは、この村女のこの分断政治政策によって、朝鮮の後期がぐだぐだになったという猛非難の声も高まっています。で、その時に実際問題が起きます。当時、朝鮮の上には満州族の親が大きくなりまして、結構朝鮮軍はこの親との戦いで苦戦をしていました。 でなので、孫女は国宝を全体的に強化しろという命,命令を下して、で、日本の様子が怪しいと気づきますよね。空気が読める男なので、えー、豊臣秀吉が日本を統一したという話を聞いたんですよね。なので、偵察してこいという家臣たちを日本に送ります。 でそこで帰ってきた家臣たちが面白い意見を出すんですよ。じゃ一旦まず村長がどうしたと聞いたらえ、ある人は日本軍は恐ろしいです。早く準備しないと言ったら、一緒に行ってきた一人は日本には兵員なし、恐るべしではなしと言うんですよね。 つまり、これは簡単な話なんですよ。えー、ソインと東因のお互い、たとえ派閥が違うだけで、決してお互いを認めるわけにはいかないから、こうやって同じところに行ってきたにもかかわらず違う意見を出すことになりますよね。もちろんこれを聞いた村長は混乱しますが、当時、同因が政権を握っていたので、実際は同因の話にまとまることになりますよね。 ただ、村女としては、やっぱり、東民の話も怪しいと思ったのか、実際一応準備はと言ってて、えー、ちょっと朝鮮の南側にお城を建てたりとか、兵力を配置したりとかするような作業はしますが、やっぱり東民たちがこれをも,もう反対しますよね。王様がこんなことやってしまうと、自分たちに反対することになるので、えー、結局この東宴たちは、日本が恐ろしい っていうのを知ってたにもかかわらずとにかく自分たちの政治の権力のために間違ったらいけないということで、えー、戦争準備を反対しますで結局事件は起きてしまいますよね分禄の益が起きてしまいますし村上はだいぶ困ることになります結局準備がちゃんとできてなかった朝鮮はとても速やかに日本に 南の地域を占領されることになりますよね。結局、日本軍が首都まで行ってみたら王様はいなかった話以前やりましたね。結局、尊女は誰より早く朝鮮の北側まで逃げたからですよね。それを聞いた民衆が、王が我らを捨てたと言って、王様の自宅であるこの凶暴軍を燃やした話もやりましたね。これによって王権は本当に地に落ちてしまいます。 でここで村上はお、ちょっとまあ逃げたのまでは何とか理解できますけれども、その戦争中の行動も、やっぱり応答としては全く 全く想像できないような行動をやりますよね。じゃあ、まず、政府を分ける。セザにほとんど任せる。つまり、セザに王様に近い権力を全部与えて、ある意味では、責任もセザに取れということになりますよね。えー、もちろんそれを聞いたカウ軍は、父親はいかがなさいますかと聞くでしょう。で、それで村長はいざという時は中国に亡命するという話をしますよね。えー、当時カウ軍がこういったお父さんの、 気持ちを分かってからどういった気持ちだったんでしょうかとに,とにかくここで皆さん分かることは、うん、やっぱり孫女は頭は良かったものの王様としての責任感はゼロに近い王でしたね 尊上はさらに人もとてもすごかった王様だったんですよ。イースンシン、先ほど言った尊上がとても信頼してた将軍なんですけれども、その信頼に応えるように、イースンシンは海でとても活躍しますよね。イースンシンが日本軍の補給を防いだということで、朝鮮は助かったということも実際言えるんですけれども、 えー、なので、知性当時民主には、イー・スンシン最高という評価があったらしいです。これを聞いた村上は、実際イー・スンシンに対する嫉妬といじめがますますひどくなりますよね。まあ、この話はいずれかイー・スンシンの話ができれば、その時に紹介したいと思います。で結局、戦争が終わった後に家臣たちの前で民のお使いが来て、 カン、えー、軍は褒められて、で家臣たちの前で孫女、村長はすごく屈辱を受けるから、村長はこの後、戦争の前とは全然違う王様よりは一人の個人として、えー、国を運営することになりますよね。まあ、その後の話は、カンエ軍に対する嫉妬などの話は、まあ、以前の動画でいっぱいお話ししましたので、そこをご覧くださいね。 で、ここまで見てみると、私個人的には、孫女という人は、追うよりは、CEO にふさわしい人物だと思います。CEO というのは、専門経営者ですよね、えー。つまり、社長、会社を持っている人が社長するんじゃなくて、経営の専門的な勉強をした人に、自分の会社をお願いします。私は見るだけにします。と言ってて、お任せすること。それが CEO ですよね。 一旦、まず経営には、まあ、大きく分けたら二つぐらいに分けられますけれども、オーナー経営と CEO 経営があります。オーナー経営は、 会社は自分のものなので、経営も全部自分がやるので、責任感は上がりますよね。自分がミスしたら自分が持っているすべてを失ってしまうからです。大体いい言いますと、王様がこんな立場ですよね。で、CEO 経営というのは、会社より自分のイメージが大事です。いや、そうじゃない CEO も言いますよと言ってるんですけれども、いや、 比較してみたらという話なんですよ。実際自分がオーナーとして経営する人に比べて、CEO という人はいつこの会社から他の会社に移るかもしれないので、その時のために自分のイメージを大事にすることは仕方ないんですよね。で、なのでオーナー経営に比べたら責任感は低いんですよね。 えー、土地かといったら、この中4大王の孫女がこっちに近いと私は思いますよね。実際王様になるような教育を向けてないので。なので、もし戦争がなかったら、孫女は普通の王として活躍して、歴史に記録されていたと思います。じゃあ、今日はここまでです。次はまた朝鮮の文化のお話し,してみたいと思います。朝鮮の 過去試験という超難問試験がありましたね。それの全体的な様子を皆さんに紹介したいと思いますので、皆さんぜひご覧ください。今日も聞いてくれて、여러ちんちゃんちんちゃん、こんばんはよ。あんにょ